はい。遠野絵です。それでは今日は、政治について言いたいことという大川総裁の最新説法が出ましたので、そのお,お披露目をさせていただきたいと思います。今日はもう内容ということではなくて、PR に徹して、私の聞いた感想とかですね、聞きどころとか、 あるいは周辺に関するちょっとした情報などを提供して、直接聞く方を増やすことに徹したいなというふうに思っております。で、久々の政治的なお話なんですけれども、基本のスタンス、今回話された基本スタンスとしてですね、すでに政治に関しては予言的な話をしているので、 まあそれがその通りになるかどうかをずっと見ていたと、まあいう話なんですね。で、えー、予言的な話というのはおそらく年初に降ろされたですね、R.A. ゴールさんという宇宙存在から出てきた3つの予言のことだろうと思うんですね。 でこの三つはですね、一つは、コロナ、コロナ禍はまだまだ終わらない。2021年も通じてですね、まだまだ終わらないという話と、それから、経済はまだまだ血を這うような状態が続いていくと、良くならないということと、三つ目は、戦争について、中ロが組んで戦争の危険が起きてくる可能性があると。まあ、この三つの予言だったわけですね。 で、例えばこのコロナに関して、まあ、今回は、えー、大騒ぎにまたなった緊急事態になってますが、まあ、やはりそれが当たりつつあるということだと思います。で、まあそれと、ただまあ本当はこれ言っても表にならないので言いたくはないけれどもとおっしゃったけれ、おっしゃりながらですね、ただここの辺で言っておかないと、まあどこまでも歯止めがかからない方になっていってですね、 で、言えば言ったで、まあ、あ政治はですね、だんだんそちらの方向に行ってきたというのが、ここ十数年の流れですので、まあ、それであえて、まあ、言うべきことを今回言いますと。だからまあ、他では聞けない話が、まあ、今回出てくるので、これ聞き逃してはいけないわけですね。えー、もう、マスコミも政治家も言ってることとは全然違った見解が出てきますので、えー、これはもうぜひとも聞いておかないと、我々も、 判断を間違えるということであります。で、なんで、まあ、票にならないとおっしゃったかというと、えー、口を開けば、まあ、口を開けば、いろんなものを批判せざるを得ないということなんですよね。えー、だから、政権与党に対しても批判しなきゃいけないし、野党に対してもそうだし、それから日本の新聞とかテレビに対して批判しなきゃいけないし、週刊誌に対してもしなきゃいけないし、 また、外国のメディアに対しても批判しなきゃいけないし、さらには外国の政治についても批判しなきゃいけない。だから、どっかに乗っかっておれば、そこが応援してくれたりすることもあるかもしれないけど、残念ながら、まあ、全部に対してちょっと批判しなきゃいけないので、まあ、票になかなかならなくて、えー、心苦しいけれどもすると、しなきゃならないので、言うべきことは言うと。 いうのが基本スタンスであります。ただ、まあ、そこから始まった冒頭のこの論点はですね、まあ、決して批判のための批判をされてるわけじゃないということで、だと思いますが、まあ、菅さんに、菅首相に対してですね、意外にこういう面は面白いんじゃないかというですね、意外な見解から話が始まります。 まあつまりマキャベリズムを信奉しているという非常に珍しい日本の政治家が今総理大臣やってるんですがまあその面白さというかですねこういう角度から見たらまあひょっとしたらなんか面白いかもしれないというまあちょっと一種の巧妙展開だと思いますけどそういうちょっと他で本当聞いたことのない見解が聞けますのでいきなり冒頭から聞きどころが始まります それからなんと、バイデン政権についてもですね。まあ、ルールこれまで出てきた中で、まあ、多少認知症疑惑もあって、まあ、ちょっとボケ、こう言ってはなんですけど、ボケ老人風になっておられるかもしれないバイデン政権の中枢ですね。副大統領もなかなか、そんなに能力がない可能性が高いという中で、ただ、見方によっては、ここも面白いかもしれないというですね。これも聞いたことのない論点が出てきます。 ええー、まあ、ああ、バイデン政権の大臣クラスに結構頭のいい人がいるっていう、ちょっと聞いたこと初めて私は認識した内容が出てくるので、ここも聞きどころなんですね。だから冒頭で、まあ、繰り返しますと、決して批判のための批判をしてるわけじゃなくて、ぜぜひひでですね、まあ、いいところがあればそれも見ておられるというふうな話から入ってきてですね、まあ、ここで本当意外な見解がまず、 二発出てくると思ってください。それから話はやはり緊急事態宣言ですね。今日から始まる三回目の緊急事態宣言で、まあ、今回はですね、前よりもきつくて、えー、お酒類とかカラオケを提供しているところはもう休業要請ですよね。えー、それからあ、それ以外の飲食店に対してはまた前と同じ8時までの時短営業の要請。 それから、百貨店とか大型のショッピング施設に関して、商業施設に関しては、一部を除いて、またこれも休業要請。みんな泣いてると思いますね。もう、種類を提供してる渡ミとか鳥貴族も、もう休業を発表してますけど、本当に存亡の危機に立ってるんじゃないですかね。渡ミの渡辺社長は、100億円の借り入れをしたって言ってますから。赤字がそれ以上なんで、 もうこれ本当に綱渡りの経営になっておられると思うし、あと、東京で一番美味しいと言われている人気のですね、お好み焼き屋さんの店長を知ってるんですけど、えー、もう客足半減してますと言って、嘆いてましたから。それでまたこれの緊急事態宣言ですから。ですからまあ、ある業界にとってはもう使命をせ握られてるようなもんですよね、政治家に。 でただ、この緊急事態宣言を出すことにはちゃんと裏があって、ある存在にとっては旨味があるという話が出てきますから、ここ聞き逃せないんですね。ですから、まあ、いわゆる知事クラスの方々にとっては、ある旨味、ある美味しさがあるという見解、これぜひ聞いておかなければならないわけです。それから、 政権与党にとっても、これ、あることでもうやらなきゃいけない、やらざるを得ない、ちゃんと理由があるということをですね、我々は知ってないといけない。もうマスコミもどこもこれは言わないわけです。ただ真実はここであるという話が出てくるわけですね。で、それらを総称して、えー、なんと今回の緊急事態宣言は、全体主義の練習であると。 いう言葉が出てきます。これはもう PR のなんかネットに出てる、案内の中にも出てる言葉ですが、これはもう誰も言っていない見解ですよね。全体主義の練習をしているという。この見解、この真実を我々は知らないといけないわけであります。それとさらに、コロナに関して言うと、今、バイデン大統領はですね、あの一生懸命中国が犯人じゃないというようなことをですね、言ってて、 それをやるとアジア人ヘイトにつながるから人権上問題があるみたいなことで言っておられますが、あの、根本的なところ、何が足りないかって話は出てきます。もう原因追求をせずに、その結果に対してメンテナンスばっかりしようとしてるという、これがどれほどこの本質からずれていってるか。原因はもう一つはっきりしてるんで、そこの原因というものをちゃんと明らかにすれば、 ちゃんと手が打てるにもかかわらず、そこに目をつぶって、今起きている結果のところばっかり一生懸命メンテナンスしてるから、どん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 流れていってるという話が出てきますから、ここも知っておかなければならないわけであります。それから次に、世界経済についての話が出てくるわけですが、まあここ、これもまた最も怖いという話として出てきますので、 聞き逃せないわけですよね。まあ、経済で言えば最近、その株価がボーンと上がったり、あるいは仮想通貨がボーンと上がったりしてですね、えー、ある種の人たちは結構儲けてるということがよく言われてますよね。えー、ですから、ビットコインなんか1年前は100万切ってたのに、えー、ついこの間700万近くまで来ましたから、7倍ですよね。えー、だから、もうもし1億円もし、この、これ買ってたら7億円になってるわけですから、も、ま、う、あ、ボロ儲けですね。 まあそういったことが起きて、まあ別に富裕層の方々がより稼ぐことについて、それ自体を問題視するわけではありませんが、まあこういうなんか投資というか投機みたいな世界が今、あそこだけがなんかこう盛り上がってますが、ここで偽金作りというキーワードが出てくるので、これ要注意です。一体何でこういったものが起きつつあるのか、それからその後、 破裂というキーワードが出てきますから、まあ、押して知るべしではあると思いますが、経済についてこれ知ってないと判断間違えるのが怖いわけですね。これもマスコミが言ってることとか、有名人が言ったりしてることとは違う喧嘩が出てきますので、これ知ってないといけないということであります。 それから、さらにまあ、関連して IT とか AI に関してですけれども、これはまあ、以前から言われてるように、IT もですね、まあ、トランプさん大統領に、元大統領に対する言論風圧なんかを見ても、風殺なんか見ても、まあ、非常になんか、民主化をこう、促進するツールとして出てきたと思いきや、 逆の方向の全体主義を促進するツールになろうとしてる面、こういったものが IT とか AI に出てきてますよね。だから我々はこれに対してどうすべきであるかという指針が出ます。これは知ってないといけません。我々はどういうふうに対応していくべきかという指針ですね。これをまあぜひ聞いていただきたいと思います。それから次に LGBT に関する話が出てまいりまして、 まあ今、バイデン政権も人権人権と言ってますけど、人権人権と言うと、その次、男女同権、男女同権という声が大きくなってきて、そこから次、LGBT 全部認めろ認めろという話になってですね。で、これを、その、違うという意見は、もうなんか保守反動じゃないかということで、まあ魔女狩りにでも合いそうな風潮になってるわけですが、まあつまりこれも有意物論、 無神論のこの中でこういう議論がなされると一体どうなるのかということですね。どこが間違ってくるのか。神様の本来のこの地球の我々の魂修行のために作られた価値観と今起きている唯物論、無神論の上で起きている人権の話がどれぐらいずれてるのか、どこがずれてるのか、結構詳しくお話しなさいますので、 これ、やっぱり相当重要な論点として、エルカウンタールの目に映ってらっしゃると思うんですね。これ後半出てきますので、これはまた絶対に聞き逃してはならない。間違ってはならない。もう本当にあの、週刊誌とかですね、マスコミが言ってることとは違った見解なので、これを知ってないといけないと思います。それから、まあ最後に戦争の話ですけれども、 我々はですね、やはり歴史に学ばないといけない面があると思うんですね。ですから今、オリンピックやるかやらないかでずっと去年から揉めてますけれども、こういったことは以前にも経験したことがあったわけですね。オリンピックのことで揉めたって、すぐ思いつくのは1936年のベルリンオリンピックですね。ナチスがやったベルリンオリンピック。 あれについて歴史に学べば、そもそもその前の1916年だったですか、えー。そこでもうあのベルリンでやろうと言っていたのが、第一次世界大戦の影響で一回取りやめになったわけですね。ドイツでやれなくなった。で、その後ドイツは第一次世界大戦に負けて、もう経済がボロボロになりましたから直されていなくなった。ところが15年後ぐらいの1931年にもう一回ドイツが復活してですね。 スペインのバルセレナと争って、ドイツが勝っちゃったんで、またベルリンでやるという話が起きてきたわけです。ところがその翌年の1932年にヒトラーが政権を取って、で、ヒトラーが、なんだ、オリンピックなんていうのはユ,ユダヤ民族の末じゃないか、と言って、やりたがらなかったこれでまたやらないという方向に行きかけたのを、そのナチス政権の側近たちが、いや、これは、 相当閣下の PR になりますと。ナチスの PR になりますと。パレードに相当閣下が中心で出てきたりとか、閲覧席のところから相当閣下が手を振ったりするということで、ナチスの意向を世界に PR できるのです。っていうふうなことで話が変わってきて。ところが、欧米諸国はユダヤ人の方たくさんいますから、そんなユダヤを迫害しているところはボイコットすべきだという議論も起きるんですけど、そうするとナイツスも一生いろんな手を 返しな、こえいや、もうそういう、この、弾圧はしないようにするというふうなことで言って、ギリギリでやることに決まったわけですね。ところが、まあその3年後に、ナチスがポーランドに侵攻して、いきなり第二次世界大戦が始まった勃発です。しかも翌年の1940年は東京、大田、日本でやろうというふうに言っていたのが、 これが日本も日中戦争に入ってしまったのでやれなくなって、オリンピックを取りやめになって、そしたら日本もその後第二次世界大戦の中に入っていくわけですよね。だから世界的な大戦が起きると。この歴史の運動法則、オリンピックやるかやらないかで揉めたら大体その後世界的な戦争が起きたことがあるということは我々も知ってないといけないということであります。で、これは冒頭のアレゴールさんの おっしゃった、中路が中心となって、いろんな資源を分取りに来る戦争が始まる可能性があるというところに、まあ、つながってくるわけなんですね。まあ、そういうことで、まあ、今回ですね、えー、お話は、まあ、繰り返しになりますけれども、どこでも聞けない話、他の人が言いたがらない話、しかし言っておかなければならない、神の目から見て言っておかなければならない話が出てきますから、 我々はこれを知らないと判断を間違えます。ですから、これを絶対に聞いていただきたいと思いますし、また、ここでおっしゃっておかれることで、言うべきことを言うということで、世の中がだんだんとですね、とはいえそちらの,ちらの方向に行くということですので、我々はこの話を広めないといけないと思うわけです。広めていかないと、埋もれさせてはならないと思うわけです。 できるだけ多くの人に聞いていただかないと世界がおかしい方向に行くのでこれを伝道していくというこういう使命に我々は生きるべきなんであります。まあそれとさらにこのお話直接聞かないとですね私がこうやってあの PR の話を聞いたぐらいで分かったつもりになってはいけないわけです。なぜならこういったいろんな論点を話す中でどんな喋り方をされるのかどれぐらいのトーンで それがすごい深刻なトーンなのか、そうでもないトーンなのか、どの言葉を強調されてるのか、どこはさらっと流されてるのか、このニュアンスを知らないと、これまた判断を間違えるわけなんですね。あの、軽く言った話を大きく捉えすぎていったり、あるいは本当は大きく捉えなきゃいけない話を軽く捉えたりすることで、判断間違えるということが起きますから、 だから直接聞いて、このニュアンスを知った上で、我々はこれからどうすべきなのかという判断をするということが大事なんであります。まあ、ということで、え、この政治について、え、言いたいことですね。これは、まあ、日本人であればもう全員が聞くべき話、重要な話が出たということをですね、これをお伝えして、本日の動画とさせていただきます。 えー、ありがとうございました。